はい、どうもヒョードルです。デジモンワールドネクストオーダー実況プレイ続きをやっていきたいと思います。ですね、大乱闘エクスマキナのなんか反対側に行けって言われてたんだ。そうだ、思い出した。そう、そういうのがあって今向かっている最中なんですけれども、いただいた前回の動画にいただいたコメントにですね、この次このイベントが終わったあたりで転生しましたよみたいな人がいたので、これ生まれ変わり時のパラメータ継承アップっていうのを取っておこうかなと思います。生まれ変わり時のパラメータ継承さらにアップ、ここはいい、ここまではいいかなって気もするんだよね。でトレーニング時の疲労軽減か、進化した時のパラメータ上昇っていうやつもねありじゃないかなって気がするんだよね。この辺2つ取っちゃうっていうのもなくはないですよね。これちょっと悩みどころなんだよな。まあちょっと次までに TP ゲットできるかみたいな話もあるかなとは思うんですが、どんくらい継承するんだろうね。全然ピンとこないからな、これが。有用なのかどうかが全然わかんないんだよね。まあ、とりあえず1個は、いや、思い切って2つ取っちゃうか。いっちゃえ!いっちゃった。2ついっちゃいました。まあ、こんな感じで転生の準備ってことでね、進めたいかなと思います。で、この先、いや、こっちじゃねえな。向こう側ですね。ちょっと資材も欲しいけど、地図開きましょうか。上の方ですね、モッドシップ 3.0 ってところに、これから向かいたいと思います。ちょっと資材を回収しながらね。何かとね入り用になるんですよね。もうまあこれが欲しいみたいなね、ピンポイントで必要になるものも出てくるかなーって感じですね。これピコデビモンだね。この辺ちょっとスルーしまーす。この辺も取っとくか。まあいろいろデジマボク。あ、資材もう持ってない、はい、集まって。ちょっとキャンプで資材梱包しましょうか。テントの耐久値が残り5か。ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。資材まとめて梱包を終了します。結構ね梱包するとスロットに空きはできるんですけど、とはいえやっぱり大量に拾ってるとすぐいっぱいになっちゃいますね。いやーね、 GS もマッチーとジャクリン、このままどうなるんだろうね。何歳くらいまで生きるんだろうな。あ、シードラモン。あれは敵？ちょっとマップ見てみましょうか。3.0 に来たけど、あ、なんか資材がありますね。ちょっとあっち先に行きましょうかね。行き止まりっぽいしね。なんかいいものもらえるかな。はい。このね、厄介なのがね、デジモン同士に当たり判定があるんですよね。なんか押し出すみたいになっちゃって、それで何だろう、うっかり当たっちゃうっていうのがあるんだよね。あれが超厄介。細いところだとね引っかかるんだよね。じゃあ必殺なんだっけこれ。これもね、読み方教えてもらったんだけど、鉄拳成敗だっけ、なんか違うかも。なんかそんな感じだったと思うんだけど、スパーン、よく飛びますね。お、ブチトマト。ブチトマトならぬブチトマトみたいな、そういうネタ的なあれかな。あ、これクロワグモン。これ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 、これね、ちょっと君たち押すんじゃないよって話になるんだよ。あー、怖い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 。資材の採集をしまして、デジ浸水、あ、なんか特にあれですね、デジ力水、
特にいいものって感じでもないような気はするな。まあじゃあ3.0 の選出の方に行きたいと思います。はい、じゃあモッドシップ 3.0 の選出に入りたいと思います。多分こっち側は先に繋がってるんじゃないかな。あ、ありますね、部屋がありますね、先にね。これはショッパーの実、所持数オーバー。おー、アイテム結構手に入っちゃったんだな。あっという間ですね。いや、今はね結構究極体2匹なんでサクサクいってますけど、そろそろ転生すると思うと物悲しいですね。今日なんか次どんなのになるかなっていうワクワクも結構あってだいぶ精神的な準備は万端なんですけど。あ、タオモンさんじゃない？違う、タオモンじゃないぞこいつ。なんだなんだこいつ、タオモンらしき何か、色違いかな。今日どうなんだろうな、名前は分かんないんだよね。なんかちょっとさ、色がグレーっぽいよね。タオモンもっと黄色かったもんな、確か。吹っ飛んじゃった。もうなんかさすがにというか、なんというか、多分完全体だと思うんだよね。ちょっと強いですね。スピンアタック、えい。やっぱなんか多分違うやつだね。ハオモンの色違い系だな。超ダブルディスク。あー、でステータスも結構いい感じに上がりましたね。アイテムワークがいっぱいで超ダブルディスクを入手できません。アイテムを捨ててください。うん、なんか案外すぐアイテムいっぱいになっちゃうんだよな。うん、じゃあ義務のみ捨てます。捨てる。はい、あ、これがこっち先に進める感じですかね。一応地図確認しようかな。なんかミニマップに映ってないよな。あれ、フラグモッドシップかな、この先ですね。フラグモッドシップ。おお、また甲板に出てきましたね。この辺はセイバードラモンの縄張りかな。結構いますね。まあちょっとセイバードラモンを横目に、お、これはヘビーイチゴじゃない？ヘビーイチゴゲット。こっちの方は釣りができます。これ何が釣れるんだろう、ちょっとやってみようか。えいっ、何が釣れるかな。前シードラモンにおねだりされたのは何だったかな。デジブナ、デジジャコ、デジねねねみたいな。あ、持ちきれなかった分を逃した。あー、ダメだ。釣っても釣ってもなんかあれだ、意味ない。はい、あら、じゃあちょっとお腹すいたみたいなんでキャンプしようかな。じゃあお料理、お料理何食べます？どうしよっかな。肉が1個しかねえんだよな。スモークデジ鮭、おにぎり、角サット。じゃあこれ両方に食べさせます。空腹はかなり収まったけど、まだちょっとお腹空いてんのかな。ちょっと1個しかないアイテム使ってこうかな。両方、両方いけるんだこれ。へえ。もうなんか所持数1だったと思うんだけど、どうなってんだろう。やったー、テイマーレベル、あー、やりました。資材回収。さて、なんかちょっと迷子感あるんだけど、おかしいな。あ、ん？ん？お、あ、大断層エクスマキナエっていうのがありますね。左の方に抜
けることができるみたい。あ、あれだね。はい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 。あそこですね。この先にが、大断層エクスマキナ目的地ですね。ゴーゴー。この辺もね、なんかそのうちいろいろイベントでまた来たりするのかな。まだシードラモンを見つけたぐらいですからね。あんまりイベントが発生してない。お、あ、このケーブルをなんか直さなきゃいけないみたいな話だっけか。お、ミレイさん。間違いないわ。そこが破損箇所よ。あなた修理をお願い。はーい、任して。直せるの？任してって言ってみたけど、直したりとかできるんだ。すごい、何でもできちゃうね。テープ巻いただけかな。はい、終わりました。完璧です。いけた？イエーイ。これで送信体制は整った。これはワリア。こんな保護機能があるの、資料にはなかったはずだけど。なんかこうガードデジモンみたいなのが。これで誰もケーブルには触れられない。あとはアンチプログラムを一斉送信するだけで。なんかそれが裏目に出たりするんじゃないの？デジモンの家へ戻ってきて。あ、はい。なんか特に何事もなかったな。なんかこう一山あるのかと思いきや、ちょっとなんかこの辺資材適当に集めてから戻ろうと思います。はい、というわけでゲートからジジモンの家に戻ってまいりました。案外ロードが長かった。はい、アンチプログラムが使えない。あら、完成間近ではなかった。どういうことか説明してもらえるかしら。基本プログラムは完成しておるのじゃが、実用性という点でどうしてもクリアできん問題があっての。ほうほう。デジモンたちはそれぞれにデータ組成が異なっておるのはお前さんも知っているじゃろ。誰にでも聞くように作ることが困難みたいな感じかな。自動で最適なワクチン化がされるようにアンチプログラムの改良を試みておったのだが、独自の組み方のプログラムゆえか、少しの書き換えで効果が薄らいでしまう。悪いな、独学のプログラミングなもんでね。何か解決案は？個々人に最適化させた自動ワクチン化なんて容易にできることではないと思うけど。ナノモンならばあるいはと思っておる。おお、なるほど、ナノモンね。コンタックみたいなやつ。それってどんなやつ？くしゃみ、鼻水、聞きます言うてんねんみたいなやつ。知識を持った専門家だ。おそらくデジタルワールドにナノモン以上の適任者はおるまい。しかし大きな問題があっての、あやつはひどく臆病で、めったなことでは人前に姿を現さんのじゃ。どこにいるかわからないってこと？大体の見当はついておるのじゃが。待てよ、もしかして町のユラモンが誓いの草原で見かけたって言ってたやつのことかな。なぬ？すげえあっさりだな。ユラモンって寝ぼけてよくわけのわからないこと言ってるから本当かわからないよ。これあれか、クォーターの聞き込みのおかげだわみたいなやつか。ちっこくて浮遊しておるユラモンならばナノモンに気づかれなかったというのもあるかもしれんな。あなた次から次へと申し訳ないけれど、ユラモンから話を聞いてナノモンを探してくれる？はい、任せてください。主人公なんだ。俺も行こう。隠れ上手なデジモンを探すなら人手があった方がいいだろ。私も行く。隠れんぼは超得意。絶対に見つかんねえ。探す側だよ。お前が隠れてどうすんだよ。いい子だからおとなしく留守番しててね。やだ、一緒に行く。おじさんと一緒に来るかい？こいつは俺が捕まえとくからナノモンを探しに行ってくれ。おいで。離せコウタ、バカロリッチョエロリマ。
自分の価値をよく分かってる子供ですね。そういうことだね。やったぜ。なんか資材いっぱい手に入った気がするんだけど、どうなんだろうな。出締め、町に戻ってくるのじゃ。ナノモンを探すのじゃ。じゃあだ。アンチプログラムの完成にはナノモンの協力が不可欠だ。ナノモンは近いの草原にいるようだが、詳しい場所は町にいるユラモンが知っているようだ。えーす。ユラモンっつったらどこにおるんやろ。イエーイ。とりあえずアイテムもらいまして、はい、そうだな、なんか持ち物がいっぱいなんだよね。ちょっと、持ち物預けたり肉を回収したりとかして、ユラモンに話を聞きに行きたいと思います。あー、いたいた、ユラモン。ナノモン、そうそう、うん、あの機械の小さいデジモンでしょ、見たよ、近いの平原の旧ケーブル炉の突き当たりだったと思うよ。なるほど、旧ケーブル炉の突き当たり、旧ケーブル炉に行きゃいいのかな、とりあえず。じゃあちょっとそっちの方に向かってみたいと思います。はい、旧ケーブル炉の入り口まで来ましたね。多分これの先の突き当たりってことだと思うんだけど、どうかな、いるかな。突き当たり、突き当たり、あ、黄色びっくり出てますね。そう、この前来た時はここがあの壁になってて通れなかったんだけど、通れるようになってますね。第一発電所がこの先にあるようです。行ってみましょう。小さい機械のデジモンっていうラモンが言ってましたね。やっぱり第一発電所、まあなんていうのかな、お気に入りの場所みたいな感じなのかな。おお、メタルエテモンだ、最強。手間取らせてくれちゃって、もっと正確な情報をよこしなさいってのよ。ガチムチ、すげえムキムキだよね。何を言ってるのです。こっちの話よ。それよりナノモンちゃん、観念しなさいな、痛くしないからね。なんです、あら、頭が。これはウイルスにやられちゃったやつじゃないの。早いじゃないのよ。仕方ないわ、作戦 B に行こうね。さあ行きなさい、ナノモンちゃん。これは無限ドラモンフラグかな。お優しいことね、襲われてるのに手を出さないなんて。出すよ、俺全然出すよ、ワンパンワンパン。命取りよ、やっておしまい、ナノモンちゃん。あ、どこからは。ナイス、マメオさん。この隙にナノモンの動きを止めてくれ。今ならまだアンチプログラムが間に合うはずだ。はい。これは計算外だわ。厄介事になる前に押さらばよ。行っちゃった。聞くのかな。ああ、アンチプログラムが効いて無限ドラモンにはならなかったけど、まあ、ちょっとワンパンでのしてあげなきゃダメなんですね。大丈夫か。なんかメタルエテモンはこう、こっちのことを知ってる風でしたね。予定より早いみたいな感じのこと言ってたし、なんか前回ちょろっと出てきた黒幕っぽい少年の差し金なんですかね、やっぱりね。えい、とりあえず黙らせる。イエイ、5000ビットももらえた。はい、大丈夫ですか。姿見せないとか言ってた割に一瞬で見つけちゃったな。ありがとう、危ないところでした。さっきのメタルエテモンは知り合いなのか。やっぱりちょっとコンタックに似てるよな、コンタックのキャラクター。いいえ、風邪薬の。狙われた理由に心当たりは。ありません。
突然やってきて有無を言わさずさらっていこうとしていたのです。なるほど。となると奴の目的はナノモンの拘束もしくは無力化。その理由は考えるまでもないか。どうも嫌な感じだな。全く状況が飲み込めません。何がどうなっているのでしょう。ナノモン、一緒に来てくれないか。あんたに頼みたいことがあるんだ。状況はみちみち説明する。わかりました。ここにはもういられないですし、一緒に連れて行ってください。ナノモンは俺が責任を持ってフローティアへ連れて帰る。先に戻ってるからジジモンの家で落ち合おう。はーい、一緒に戻ろうよ、一緒に戻ろうよ。あのグーフィー、グーフィーです。グーフィー、この辺なんか落ちてんのかな。一応まあちょろっと資材集めたりして、まあさっさと戻りますね。はい、じゃあナノモンを保護したってことで戻ってまいりました。おお、お疲れ。いいっす。先生は一緒じゃないのか。先生ってマメオ？誰？マメオ先生だよ、俺の師匠。あ、なんかちゃっかりギルモンに進化してんな。画面の端っこにさりげなく映ってますね。雪村復活。え、先に帰るって言ってたのか。まさか何かあったんじゃ。ていうかゲート出たんだから、それで一緒に帰ればよかったんじゃ。どういうことも考えられるわね。え、どういうこと。マメオとナノモンは共犯者だ。ワクチンを完成させたくない。作ったのはナノモンで、指示を出していたのがマメオ。それであれば素人のマメオがアンチプログラムを組み上げることができたのも納得がいく。うん、可能性ゼロとは言わぬ。マメオ殿の目的が見える。見えるわけないだろう。ちょっと今止まっちゃいました。まったく、ちょっと帰りが遅れたからってなんで欠席裁判が始まってるんだよ。マメオ、やっぱり我なのか。見ろ、痛い気な子供が信じちまったじゃないか。安心してるし、マメオはシロよ。多分か。疑わしきは罰ゲームだな。怖えな。よく来てくれたの、ナノモン。感謝するぞい。感謝しているのはこちらの方です。危ういところをこの方に救われました。メタルエデモンか、厄介なやつが出てきたもんじゃ。おかしな装置でナノモンを操ったというのも気になるね。自由に相手を操れるとしたらとんでもないことだよ。メタルエデモンがBH プログラムを作った犯人なのかな。そんな安直じゃないでしょう。メタルエデモンは戦闘には長けておるが、およそ頭脳派と呼べる類のデジモンではない。協力者もしくは統率者がいる可能性が高いわね。協力者訪問。いや、何でも。本題に入るとしよう。ナノモン、すでに状況は把握できていようだ。ええ、すべてマメオさんに聞きました。アンチプログラムの最適化に協力させてもらいます。助かる。では早速プログラムを見てもらうとしよう。もうちょいちょいってやっちゃう感じ。なるほどなるほど、これは少々時間がかかりそうですね。あら、なるべく迅速に頼む。その間にこちらは準備を進めておこう。準備。送信設備であるサーバー棟が正常に機能しているかを確認せればならない。サーバー棟だいぶ前にちょろっと入ったね。正常に機能していなければ修理が必要になろう。また同時にサーバー棟を守る必要がある。サーバー棟に敵型の手が伸びないとも限らん。なんとしても先んじて設備を抑えねばな。そういうことなら私が行くよ。ようやく立夏の傷も治ったからね。それに
君一人に任せっぱなしじゃ悪いし。いけるよね、リッカ。ええ、もちろんよ。それじゃ、おっさき。おい、行ってらっしゃい。ハーバーとね、砂漠んとこですね。よっぽどお前の力になりたかったのかな。へえ、やだよ。私だってぐんぐん力になりたいぞ。わかったわかった。ルーシュにできそうなことを何か考えるよ。持てる男は辛いね。本当か？マメオ、悪じゃなかったな。お主、気をつけるのだぞ。相手方に究極体が出てきた以上、油断は禁物じゃ。はい。うん。というわけで、じゃあ次からはあれですね。次からはというか次はサーバ島に行って、まあ何かしら敵方のちょっと強いのが出てきたりとかするんでしょうね、おそらくね。まあそれを迎撃する形になるんじゃないかなと思います。はい、まあ、今回はここまでにして、次回ねまた進めていきたいと思います。はい、セーブもして、というわけでじゃあここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。